実は結構あるんですねこれどのぐらいあるかというとですね逆に20分からないと20%以上加えるとこれで54%でそして今度はですね10%以上合わせると16%なのでそうすると54と16足すから70%は10%以上の確保をしてるわけですよで逆に残り3割ぐらいは10%未満で営業利益率やってるっていうことになるわけですねそうするとそもそも営業利益率が10%未満なのに手数料としてここから 3払ううっっていい風ななな形になったらそれは厳しいよねって話なんで、すねでそれが、あの、売上の中で、キャッシュレスの割合が1割ぐらいだったら、大したことないんですよ。でもこれ、5割になってくると、あの、手数料が3%だとするとですね、そうすると、全体の中で1.5%分ぐらい営業利益,利益が飛ぶことになっちゃうので、そうすると、やっぱりきついですよね。っていうことになりますので、そもそも、構造の問題、自分たちのビジネスモデルの問題ってことがあるかもしれないね、ということになりますよね。と ということで、そもそも原価計算ちゃんとやってますかっていう話になるのが、今日冒頭に紹介したこの図です。つまりこれめちゃくちゃ大事なんですけど、原価計算をして、例えば原価がいくらで、人件費がいくらで、電気代がいくらでっていう風に載せてって、それから自分たちの営業利益率が例えば1割なのか2割なのかを載せて、そしてそれでいくらって値段を決めてなきゃ本当はいけないわけですよ。 で、その中に、今までは、その原価として計算してる中に、キャッシュレスの決済手数料っていうものをそもそも設定していないんですね。設定していないから、だから、あの、数字で手数料が入ってきた時に、あの、損すると思うから導入できないわけですよ。じゃあ、最初から原価計算に手数料を入れればいいじゃんって話になるわけですよ。もう3%から5%手数料に入ってれば、 そうすると、手数料が高い安いって話じゃないんですね。そもそも入ってんだから、それ、ね、値決めしておけば問題ないじゃんって話なんですね。じゃあ今仮に1000円で売ってるものがあった時に、それに手数料で3から5%乗しちゃうと、1030円とか1050円とかになっちゃいますよね。そうすると、そ、その値段にしとけば問題ないじゃんって話ですよね。でも今値段を上げると、 変な話になるんだけど、でも残念ながら今ですね、こう世の中のものの値段が上がっている段階にありますね。で仕入れがどんどん上がっている段階にあります。だから皆さんの会社としても、値上げをするっていうことをしなければいけないタイミングに来てるんであれば、値上げをするってことは、原価が上がるから値上げするわけですよね。っていうことは、皆さんにとって原価の中に手数料だって、